まあ、タイトル見てもらったら分かると思うんですけど、僕の大切な友人が亡くなりました。で、この動画を上げる前に、この動画で、気分を害される方、なんかまあ不快な思いをされる方がもしいるんであれば、本当に、申し訳ないでございます。すみませんでした。先日、僕の大切な友人が亡くなりました。なんで、こういう動画を上げるのかということなんですけども、まず一つは、死というものは、みんな平等に、与えられる中で、僕もいつどういう状況になるかわからない、そしていつ最期を迎えるかもわからないという中で、まあ、一つの、まあ遺書じゃないけども、自分にも大切な家族がいるし、大切な仲間もいるし、大切な従業員もいるし、その人たちのために、動画を残しておこうということで、動画を上げています。あともう一つが、僕は20後半、2歳後半の時に、一つ決めたことがあって、本を書こうと思いました。で、本の題名は「正しい死に方」という本の題名です。内容とすれば、平等にみんなが死が訪れる中で、理想の死とは何なのかと考えて、それを逆算していく。逆算する上で、一日一歩、今という一瞬を一生懸命生きるということを、その計算式、そして何が必要なのかということを本にしようと思って、20代後半の時に書こうと思いました。その中で、僕自身、一番の理想の死に方というのは、大切な仲間に、家族に、友人や後輩に囲まれて、笑いの中で、ぬくもりの中で死んでいくことが、一つの自分の最終的な生きた上での答えであって、そうするためにどういう生き方をしなければならないのか。で、先日、僕の中で本当にその最終的な、その自分の死に様はどうしたらいいのかっていうのは、大まかな形ではイメージできたけれども、今回の僕の友人が、話戻りますけども、再起の時間ですよね。もう動画で、VS 剣道で戦った、まあ、力也先輩から連絡ありました。あって、もうえらちょっと時間がないから、最後に一言声かけてね、それ聞いて、僕は PCR 検査をまず受けに行って、で、陰性と分かった瞬間、それでまあ、新幹線乗って、地元の北九州市に帰りました。で、地元の友達の家に行った時に、家の前にたくさんの友達がいました。たくさんの人がおって、で、俺のまあ、友達に声かけてやれ。で、中に入った時に、家の中に入って、僕の友人が変わり果てた、もうガリガリの姿で、いました。で、それで、わあ、今帰ってきたよって言ったら、彼は僕の目を見て、嬉しいって言って、もうほとんど声がもう喋れないんですけど、泣いてくれました。それから、まあ、ひっきりなしにたくさんの人が来る中で、なんかもうみんなすごく泣いてて、で、俺は泣いていいのかわからなかったのもまずあったし、彼の姿を遠目に見た時に泣きそうになったから、泣いたら絶対に、
不安にさせると思ったから、気持ちで、こらえて、泣きたいのも抑えて、家族はもう泣いてましたね。ただ俺は泣いたらあかんと思って、で気持ち抑えて、お今帰ってきたよって言ったら、彼が泣いてくれて、でその中で数時間かな、みんな彼の性に対するけじめある程度ついて、気持ちも腹くくって、で夜その日はもう帰って、いつどうなるかわからないという状況だったので、で周りの迷惑かけてあかんので、一旦ホテルの方に帰りました。で次の日また午前中行くと、雰囲気が全然違うんですよね。なんかこう、もうみんなこう気持ちで腹くくってるからこそ、入ったらすごく笑いに包まれた状況がそこにあって、ひっきりなしに友達が来るのに、なんかこう来ると、本人も多分正直死に行くことに関して意識はしてたと思うけども、でそれと、彼が選んだのはしんどいから、痛み止めを打ってほしいっていうのが多分選択肢にあったけれども、痛み止めを打った時に、モルヒネなんでしょうか、意識が遠のいていくっていうのが分かったから、その痛みに耐えながら自分は痛み止めを最後しないと、せずに来る友達を受け入れる、痛そうにはしてましたけども、来る人間に、彼がね本当にかっこよかったのが、笑いを取ろうとする姿がそこにあったんですね。で本当になんかこう、一番の本当に思い出が、食事ももう入らないし、点滴ももう打たない方向でみたいな感じの中で、体もカサカサなっていって、保湿クリームをね本当に塗って、水で水分ちょっとでもカラカラになるから薄めようとする中で、なんかこう、すいません、もうかすれた声で自分の母親に「梅かな、保湿クリームを手に取ってくれ」って言うんですよ。でどうするんかなと思ったら、周りの人間に塗っていくんですよね。なんかもう最後の最後までこう笑いを取ろうとする、本当に喋られへんぐらいしんどいのに、なんかこうまたその笑いもめちゃくちゃ面白いし、なんか男の生き様っていうのを本当に見させられました。でそれからもう明日やばい、数時間後にはもうやばいだろうっていう中で、約1週間ぐらい頑張ってくれたんですよね。僕とすれば、やっぱ理想論とすれば、かっこよくて生きて、かっこよく死にたい。僕とすればね、何が言いたいかといえば、自分が本を書こうと思った時に、最後の自分がこうイメージしてきたことがあって、でもそれがふわっとした形だったのがしっくり、俺がもし再起な時に余命宣告を受けることがもし可能ならば、彼のような死に様を僕はしたいと心から強く思いました。すみません。本当に男として死んでいくというか、最後まで俺が俺がじゃなくて、来る人間になんか笑いを振りまいていく、面白いことを発信し続けて生きていくっていうのはね、僕の中で、最後の、僕の生き様として、最後のラストはどういうふうに死んでいかなあかんのかっていうのは、そこでしっくり自分の中で形にできました。人はね、そんなに余命宣告を受けれるような死は絶対に平等に訪れる中で、
余命宣告を受けれるってことはなかなかないんですよね。だから彼においては3年半、そして再起の数日間、良くも悪くも彼らしい人生のラストだったし、僕ももし、ほんますいません、再起を迎えるんであれば、本当に何らかの余命宣告を受けた中で、しっかりけじめをつけながら死んでいきたい、とは思いましたね。彼が愛情にあふれて友情に囲まれて死んでいく姿を家族の人たち、周りの後輩も見て、彼の生き様は必ず受け継がれるだろうし、その受け継がれたのはしっかり DNA に刻み込まれるんだと思います。何度もですけども、なんていうか、大切なのは、皆さんも、なんか僕から言うのなんですけど、理想の死というのをしっかり、死からビビらずに、逃げずに、しっかり絶対に訪れるもんやから、しっかり向き合って、その死の最高の自分の姿をイメージして、今を一生懸命、その時間との間で生きていってほしいと思います。もちろん僕自身も死の直前までそれをしっかりやりきりたいと思います。死ぬということは惨めなもんでも、かっこ悪いもんでもなく、言い方を変えたら美しいことかなのかもしれません。なんかいつもね、すみません、僕バカみたいな動画ばっか流して、アホみたいな話ばっかりして、でも自分にも大切な家族もいてるし、授業もいてるし、いつどうなるかわからん中で形残したいと思い、今日は動画に上げさせていただきました。本日はなかなか最後まで視聴していただいたが、もし出るのであればありがとうございました。僕自身最後まで、死ぬ直前まで極力各国自分らしく生きていきたいと思います。本日はありがとうございました。